こんにちは、ビオラの柴田由紀です。本日はこちら若林愛バイオリンリサイタルの奏者インタビューを行います。本日のゲスト若林愛さんです。若林愛です。6月の16日に岐阜県のサラマンカホールで久々のバイオリンリサイタルということで、曲も大きな曲を3曲、はい、だそうです。そのあと聴いていただけるということで、リサイタルは結構久しぶりな感じ。自主公演としてはもう本当に久しぶりで。本当に久しぶり、はい、なるほど。それまあ依頼されるリサイタルはやってたんですけれども、はいはい、もう自分でリサイタルをするとお金がかかるものですから、大赤字になるのでもうそんなとんでもないことはというので、もう本当に長い間やってなかったのに、今回はそういうずっと長い間やらないにもかかわらず、すごくもうずっと会うたびにやらないんですか、やらないんですかって聞いてくださる、ほんの少しの方のために、じゃあ狭いところでちょっとやろうかなって思って、はい、最初はそうやってお話でしたね、はい、そしたらなんか柴田さんの企みに乗せられて、知らないうちに、知らないうちに、知らないうちにドドーンと大きな話になってしまって、でもまあずっとコロナで、そうです ねちょうどまあ完全には上げてないですけど、まあちょっともう大体いいよみたいな感じにはなってきてるので、まあ本当一発目って感じですよね。ちょっと皆さんが活動できるようになって本当最初っていう感じですね。でなんかコロナでお客様がいないホールに慣れてしまってさっき言っていた30人の方が来てくださるだけでも、なんか奏者の方は結構誰もいないホールに慣れちゃったっていうのがあってそれでサラマンカ、あ、綺麗で広くてムードがあって響きも良くていいかもって安易に思ってしまって、なんか大きな話になってしまいましたまあ一応配信っていうこともありますので、はい、動画配信、まあ、私たち愛さんに入っていただく前からちょっと動画配信で始めて、はい、でも愛さん入っていただいたんですけど、はい、動画配信どうですか？結構何回もやってみて、自分で自分が見れるっていうのはものすごい勉強になります。あ、なるほど。なんか奏法とか、はいはい、そういう自分の姿をずっと見続けるっていうのは、はい、まあ、見ないわけではなかったけれど、すごいちゃんと綺麗に撮ってくださるので、はいはい、ものすごい勉強になってます。今はね、やっぱいろんな、なんでしょう、まあ、機材がやっぱりすごく進化して、個人でもやっぱああいう風にクオリティが上がってきてるので、はい、やっぱり綺麗ですよね。そうですね、きちんと撮ってもらえるし、うちはまあ音もちゃんと撮って、別撮りで撮ってるので、はい、音もまあ限りなくライブに近づけようっていうコンセプトでやってるので、はい、まあ気に入っていただけたんだな。はい、もう本当に勉強になる。本当に勉強になる、はい、そうですか。ただ何十年か前の生物的にちょっと若くてお肌もピチピチな頃に、はい、こういうのがあったらよかったなってまあそれは何でしょう、時代っていうものなので、はい、まあ今の時代に、はい、まあでも今の時代に、まあ、乗ってるっていうことで、流行の最先端ということで、はい、それは素晴らしいことですよ。はい、はい、ありがとうございます、はい、では今回3曲聴いていただくということなんですけど、まあ依頼では結構そのリサイタルっていうか、バイオリンのソロのコンサートもされてたっていうことで、まあ、レパートリーの中からまあ選ばれたっていうことですね。そうですね、とにかくプログラム考える時には、はい、お客様がわざわざ来ていただいて、はい、絶対楽しくなってほしいなって思うのを一番に考えるので、それで一生懸命考えていたらその3曲になって、はい、なるほど。でまあ久しぶりの、うん、はい、リサイタルらしい、はい、年取ってるので、
その昔に比べればだから年寄りの冷や水にならないように、自分が楽ちんなプログラムで行こうと思って、で、まあ、これピアニスト大変だけどおかげで古田さんの協力も得られたので、あ、はい、あ、古田さんならもう絶対大丈夫、はい、で自分はまあ楽ちんだよと思って決めたら、はい、バイオリニストの優秀な友人たちが、はい、うわ鼻血ブーなプログラムとか、はいねはい、あとは何でしたっけ、焼肉食べ放題、あ、ピアニストの優秀な友人は、はい、まず焼肉食べ放題行ってシュラスコ行ってジンギスカン食べるみたいなプログラムだねとか言われて、すごいですね、そうなんだとか思ってすごいなんか味濃い感じですけど、そうなんですよね。でも私はなんか楽しんでいただけるかなって、はい、まあ有名曲ばっかりですよね、本当に。そうですね、名曲って言われる曲ばっかりなので、まあフランクはやっぱり何回も演奏して実感として、はいはい、大みんなに喜んでもらえるっていう、はい、もう名曲中の名曲だし、はいはい、ブラームスももちろん名曲中の名曲だし、はい、まあ、フランコがやっぱり最後でないと遅刻して最初は聴けない方にはやっぱりフランク聴けないと悲しいかなと最後にしました、はいはいはい、で割と情熱的な曲でもあるので、その前のブラームスはブラームスって3曲サナタがありますが、はいはい、2番は割と穏やかな、そうですね、うん、はい、すごく幸せな優しい、う、ね、はいはい、うん、癒される感じの音楽なので、はい、だからフランクの前にいいかな、はい、で1曲目はちょっと毛色の違うものと思ってリハルトしたお店にしました、はい、それはまあバイオリニストの友人がいきなりなんかメインディッシュとかすごいとかみんなが言う、あ、そうかなって思って、確かにアンサンブルもピアノとアンサンブルも難しいし、はい、難しい、単純に演奏するのもすごく難しいし、はいはい、若い人に人気ありますよね、これシトラウ、これ本当に動画とか見てても結構上に上がってくるのは割と若い人が弾いてるっていう感じの元気な曲かもしれないですね、割とそういう感じなので、パワーがある、パワーが、そうですね、パワーがある曲っていう感じですね、確かに。私はなんかオーケストラのヒアルとしたら作品をいっぱい知ってるので、はいはい、なんか独特な世界じゃないですか、わ、ね、はい、かります、多分、うーん、全然リヒャルト・シュラウス、ヨハン・シュトラウスじゃないのって思ってらっしゃるけど、ワルツとは関係ないんですけれどもでも多分サラトストラ書く方に来て、はいね、はい、それはもうどなたでもクラシック知らない方でも、ね、映画の2001年ジュノレの最初になってるし、それを聞けば、あ、リヒャルト・シュラウスってこんな音楽なのかってね、はい、あれでもう分かっていただける、はい、そういうすごく独特の世界なので、はい、じゃあ最初にちょっとそういう素敵な面白いものを聴いていただいて、はい、でちょっと癒されて、はい、で名曲が来て、ね、うん、まあみんな名曲なんですけどね、はいはい、うん、まあ、でもフラッグやっぱちょっと特別ですよね、やっぱバイオリン、そうなったらですよね、と思います、それは本当にみんな憧れの曲ですよね。そうですよね。で、聴く方は聴く方で絶対にこれは聴きたいっておっしゃるし、なるほど、じゃあもう、うん、得意中の得意、得意じゃないですかもうレパートリー中のレパートリーを3曲お届けしますので、ぜひ皆様聴きに来ていただきたいんですけれども何か特別 なんか思い出とかってあるんですか、フラッグとか。思い出、はい、いろいろ何回も多分弾かれてるんで、そうですね、はい、思い出なんでしょうね、うん、でもなんかフランクを弾くといつも喜んでいただけるので、ああ皆さんが、うん、はい、お客さんですね、はい、だからいつもお客様が大喜びで、はいはい、っていうのが一番
あ、印象的。印象ですよね。もう二楽章が終わるとうわーって盛り上がるし、拍手がうっかり出ちゃうし、まあそうですね、知らない人はそこで拍手してしまう。どの楽章も素敵だし、一番最初に弾いた時っていうのはもう学生の時とか社会人になってから、やっぱり学生のうちに弾いてますね。あ、そうですね。じゃあ一応勉強されて、まあ社会人弾いてっていう感じなんですね。っていうか社会人になって弾いてるのって学生の時に弾いてるのでないと、あ、やっぱり怖いですね。あ、勉強っていう意味ですか。で、リハートシュアスっていうのはウィーンにいた時に、ピアノの友人はすごいやろうよやろうよって言ってて、で、その時は曲を全然存在は知らなくて、で、チラッと見てみて、楽譜見て、うわ難しいって思って、あ、そうですね、はい、で、授業に持っていくのだけで必死になってるのに、ピアノの友人と遊ぶためにその超難しいのをさらうの余裕がなくって、待ってね、待ってるねって言ってるうちに帰ってきてしまって。あ、そうなんですか。でもその友人とは後で、あの、今やるからって言って、もうすごく後になって一緒にやったんですけど。あ、そうなんですか。社会人になってから。あ、そうなんですか。それは日本でですか。日本でですね。日本で。あ、そうなんですね。いや、結構思い出があるんですね。そう、まあ、どれにももう思い入れたっぷりです、思い入れたっぷりでございます、はい、なるほど。ピアノの古田さんは、いつからお知り合いに。3年くらい、4年くらい、そんな感じなんですけど、なんか生徒さんの伴奏者で、なんか大笑いの出会いなんですけど、私の中では大笑いの出会いなんですけど、ぜひ聞きたいですね。はい、あの、生徒さんが発表会の時に、ピアニスト自分で連れてくるっておっしゃって、大人の生徒さんが、で、大丈夫かな、自分でお友達とか連れてくると、ピアノは上手でも、伴奏ってやっぱりまた違う難しさがあるので、あの、ピアノが上手でも全然伴奏できない方もいっぱいいらっしゃるので、心配だ心配だと思ってた、そしたら大人の生徒さんが、大丈夫です、ネットで見つけましょう。すごい、あの、経歴の持ち主ですし上手です、あ、ますます心配だなとか、バズキですなんか一番なんか怖いタイプだとか思って、でもなんかついに発表会の当日、すごく不安でステージの袖でこうやってどんちょうで見てました、もう最初始まってすぐにもうなんかステージに半分乗り出してピアノ一生懸命聴いちゃいました。えって思って。あ、そうなんですね。なんかアマチュアの生徒さんを伴奏してくださる方じゃないわ、どうしたのって思って、どうしたのってこの方はもうオーケストラとコンチェルトを弾かれるような方よって思って、で、まあそんなこと考えるまでもなく、その時は生徒さんがシベリウスのバイオリンコンチェルトを弾いたんですが、もう本当に、オーケストラの音がすると思って、それにまあアマチュアの方だからちょっと気持ちはいっぱいだけど、力が及ばないところを自分が出るではなく、でもすごい上手にサポートしてくださって、なんか本当に伴奏なんですよ、すごいと思って、その時にもう目がハート状態になって。あ、そうなんですね。じゃあその時から目をつけてたと。目をつけてたということで、そうですね、いつかご一緒できればいいなってずっとずっと思っていて、で、まあ今回いい機会だから、お願いできるかなと思ったら快諾をいただいて、で、こんなすごいプログラムをピアニストは大変なんだよねなんて思いながら、
そうですね、ピアノは大変ですね、これは作曲も、はい、いつもピアノを弾いてくれるうちの戸田さんが、うん、リヒャルト・シュトラウスのピアノは鬼難しいと言ってました鬼難しいらしい、鬼むずいですこれって言ってましただから、うん、彼だからもう安心して任せられるなと思って快楽していただいたし、はい、うん、すごい楽しみ、まだ合わせをしてないので、はい、すごい楽しみにしてます。そうなんですね、はい、私も、うん、お名前だけは知ってるんですけど、ピアノ自体は映像でしか見たことないので、楽しみに、はい、ぜひぜひしています。楽しんでいただけるものにしたいです。はい、それは絶対大丈夫ですね、はい、頑張ります、はい、じゃあ、それで、こちら若林、はい、バイオリンリサイタル、6月16日金曜日の、7時から夜の7時から、岐阜サラマッカホールにて、開催されます。チケットの方は、林さんからもお買い求めいただけますけれども、はい、チケットピア、ウェブチケットのテケットなどでもお買い求めいただけますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひぜひ足をお運びください。お待ちしております。はい、はい、というわけで、はい、じゃあいつも西都大学やっていただいているあゆさんのソリストの面を堪能できるということでいつもの西都大学のメンバーも楽しみに、はい、嬉しいです、はい、していますので一緒に演奏してる同僚からなんか楽しみって言っていただけるとなんか本当に嬉しいです。そうですね、うん、これは良かったですいやみんな楽しみにしてますっていうかこの曲すごいよねっていうのでみんな持ちきりですけどおかしいこの3曲すごいよねっていう、このあゆさんの話題が出るたびにこの3曲すごいよねみたいなっていう話になっちゃうんですけど、それぐらいみんな楽しみに、はい、していますし、ね、年上の冷や水を避けるようにしたつもりだったのに今もないですね。あとこちらのコンサート配信もいたしますので、配信もぜひご覧ください。共鳴アカデミーチャンネルに登録していただくと配信のお知らせが参りますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。とってもムードのある素敵なホールです。非日常がそうです ね味わえますよね。綺麗なシャンデリアの、で外もこうちょっと彫刻がしてある、そうそう、豪華な岐阜県の誇る、そうですよね、はい、ホールなので、なかなかムードのある音楽のホールってないですよね。わかります、はい、なのでぜひ、はい、遠い、ちょっと遠いですけど足を運んでいただけると、はい、嬉しいと思います。来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、はい、じゃあ一応じゃあ最後に、はい、自称少ないと言われるファンの方々にメッセージをお願いいたします。その少ないファンの方々にですが、なんかお知らせしたりすると、わー待ってましたとか言ってくださって、自分でもびっくりしてすごく嬉しい気持ちになっています。なんか皆さんに本当に喜んでいただけるように、あと数ヶ月ですけれども精進して、健康に気をつけてその瞬間に最高の素敵なものが見せられるように努力したいと思います。でも本当に気楽に皆さん聞きに来てください。素敵な曲ばっかりですし、ホールも最高ですし、ピアニストも最高ですし、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ本日のゲストです、バイオリニストの若林愛さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。